クシー運転手のための台東区徹底ガイド。こんにちは、タクシー運転手の皆さん。今日は東京23区の中でも歴史と文化が色濃く残る台東区の特徴や押さえておきたいポイントを詳しくご紹介します。第1章、台東区の概要。台東区は東京の東部に位置し、浅草や上野といった日本を代表する観光地が集まるエリアです。墨田区、中央区、千代田区、文京区、荒川区に隣接しており、都心へのアクセスも良好です。歴史的な建造物や文化施設が多く、国内外から多くの観光客が訪れます。さらに商業施設やオフィスビルも点在しており、タクシー運転手にとって多様な需要を取り込むチャンスがあります。第2章、主要スポット。まずは主要な駅とその周辺エリアをご紹介します。上野駅、 JR、 東京メトロ、京成線、新幹線が乗り入れる巨大ターミナル駅です。駅周辺には上野恩賜公園や多数の美術館、博物館があり、一日中多くの人々でにぎわいます。浅草駅、東京メトロ銀座線、都営浅草線、東武スカイツリーラインが利用でき、浅草寺や仲見世通りへの玄関口です。国内外の観光客が集まるエリアです。御徒町駅、 JR 山手線、京浜東北線、東京メトロ日比谷線が利用でき、アメ屋横丁が広がっています。買い物客や観光客でにぎわうスポットです。秋葉原駅、 JR、 東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレスが利用できる駅で、電気街として有名です。一部は千代田区に位置しますが、台東区側にも商業施設が多くあります。次に主要な観光スポットと商業施設をご紹介します。浅草寺、東京最古の寺院で、雷門や仲見世通りが有名です。年間を通じて多くの観光客が訪れます。上野恩賜公園、上野動物園、東京国立博物館、国立西洋美術館などが集まる文化の中心地です。桜の名所としても知られ、春には花見客でにぎわいます。アメ屋横丁、御徒町から上野にかけて広がる商店街で、食品や衣料品など多彩な商品が揃います。年末年始は特ににぎわいます。花屋敷、浅草にある日本最古の遊園地で、家族連れやカップルに人気です。かっぱ橋道具街、プロの料理人から一般の方まで楽しめる調理器具専門の商店街です。第3章、タクシー運転手へのアドバイス。台東区は観光客が多く訪れるエリアです。浅草寺や上野恩賜公園などの主要観光地へのルートを把握し、スムーズな案内を心がけましょう。英語や中国語、韓国語などの簡単なフレーズを覚えておくと、サービス向上につながります。上野駅や秋葉原駅周辺にはオフィスビルも多く、ビジネス客の需要が見込めます。朝夕の通勤時間帯にはオフィス街での乗客が期待できます。上野恩賜公園や浅草寺では、季節ごとに様々なイベントや祭りが開催されます。特に三社祭や浅草サンバカーニバルなどの大型イベント時には需要が高まります。事前にスケジュールを確認し対応しましょう。空港アクセス、上野駅からは成田空港へのアクセスが便利なため、空港への送迎需要があります。早朝や深夜のフライトに合わせた移動にも対応できるようにしましょう。繁華街での需要、夜間は浅草や上野、御徒町周辺で飲食を楽しむお客様の需要があります。週末や祝前日は特に乗客獲得のチャンスです。第4章、注意点。渋滞エリアの把握。昭和通り、江戸通り、浅草通りなどの主要道路は、観光客やイベント時に渋滞が発生しやすいです。特に週末や連休中は交通量が増えるため、リアルタイムの交通情報を活用して迂回ルートを検討しましょう。道の複雑さ、下町ならではの狭い路地や一方通行が多く存在します。ナビゲーションシステムを活用し、事前に道路状況を確認して安全に運転しましょう。歩行者と人力車の多さ、浅草周辺では観光客や人力車が多く、注意が必要です。特に週末
場所、観光地や駅周辺での条項、浅草寺や上野駅周辺は駐停車禁止区域が多いです。お客様の乗降時には安全かつ法令を遵守した場所を選びましょう。イベント開催時の規制、祭りやイベント時には交通規制が行われることがあります。事前に情報を収集し、適切なルートを選択してください。台東区は歴史と文化が融合した魅力的なエリアで、観光客、ビジネス客、地元住民など多様なニーズがあります。特に観光需要が高いため、主要スポットやイベント情報を把握しておくことで効率的に売り上げを上げることができます。また都心区へのアクセスも良好です。お客様をお乗せしながら都心部へ向かう動きを意識することで売上アップにつながります。地域特有の交通状況や注意点を理解し、安全で快適なサービスを提供することで乗客の満足度を高めましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。台東区での営業にぜひお役立ててください。